すら見逃さん。何が足りないか己で考えるんだな。
伝説の三人が一人、綱手様の弟子。
春の桜をなめんな。覚悟じゃやっていけないのよ。第7班は開始。ここ。どうしたって。エッサン。行くぞ。ダイヤモンド。マーベルマン。はあ。ここ。このエッサン。すごい。隙すら見逃さん。勝負あり。兄の背はまだ遠い。だがいつか必ず。任せろ。
思ってた以上に腕がなまってたってばよ。うかつだな。ついてこられるのはお前だけだ。勝負あり。よくやった。ここまでだな。その程度の力ではこの先生き残れんぞ。
開始。よっと無駄だ。行くぞ。焼き尽くす。
信じなければ勝利の道もありませんよ。
戦これで終わりだ。半径64兆私がここ敵はなし。
刻まれた意志を今ここに示す。だる。ただであの方の側近やってるわけじゃねえんだよ。
くこんなところね。覚悟してください。
せーの、
少し本気を出そうかしら。たくさん出せれば。苦しみなさい。誰も私に抗うことはできない。勝負あり。私は不死のオロチム。Yeah!
始。なりゃしない。行くぞ。
クラマ。拳は重いだろ。当然だ。火影の意志が詰まってんだからよ。Hey!
認めてもらうまで俺はまだまだ強くなる。やっぱ俺ってばすげえな。
の俺ならお前も手玉に取れるぜ。勝負あり。このリングさえあればどんな術も使えるし、超強えじゃん。第2戦
な。これはどうだ。この差の破壊する。砕け散れ。頼むさ。この世に希望などない。あるのはただ深い絶望のみ。Thank you.
ないな。あっせ、ただせ、第2戦開始。やるよ。おっと、おっせ、命は感じて、命は感じて、予想通りだ、予想通りだ。さすがに無理しすぎた。であっても何度も立ち上がったその意志、称賛に値するよ。Thank you.
私はもう恐れない。暁は私の拳でぶっ飛ばす。なんとか勝てたけど、もっと慎重に戦わないとダメね。